ウィアード・テールズ氏の表紙の英雄、コナン英雄コナンは1932年からロバート・ E ・ハワードにより表されたヒロイック・ファンタジーのシリーズであり、その主人公である。本シリーズは典型的なヒロイック・ファンタジーの先駆けとなった。アーノルド・シュワル・ツェネッカーを主演とし、コナン・ザ・グレート及びキング・オブ・デストロイヤーとして映画化された。彼をターミネーターへと続く一連のスターダムへ。 導いたことでも知られ、現在でも彼の出演した主要な作品の一つとして記憶されている。2011年には再起動としてコナンザ・バーバリアンが映画化された。12000年前、アトランティス大陸が海に没し、現存の歴史が記されるまで空白の時代、ハイボリア時代があった。各国の民族が入り乱れて争い。 怪物や西への妖術の名残が点在するアラのに、アトランティス人の末裔だが、未開人に身を落とした北方のキンメリア出身の屈強な大男コナンは、アラにしてのだが、引くではない合法雷落な誇り高い戦士であった。彼は、故郷、を、キンメリアを離れ、ある時は傭兵、ある時は将軍、ある時は一攫千金を狙う冒険者、ある時は、 アラクレフナノリを束ねた海賊となる。コナンのムシク徒生の旅路には、常に異教の民や怪物との戦い、驚くべき冒険に美しい女たちが付きまとう。やがて故郷に帰ったコナンは、キンメリア、そして周辺諸国を支配するアキロニアの大帝王となるが、それでも、なお彼の行く手には、戦いが待ち受ける。なお、一見男性的な作品に見えるが、 登場するゲストヒロインにはかなりの存在感があり、時に意外な活躍を見せ、時にヒロイン視点で物語が進められることもある。最初からコナンに従順で献身的なヒロインもいれば、打算からコナンを利用しようとしたり、時には保身に走って裏切ろうとするなど行動も多様で、コナンと純粋に愛し合う者も,もいれば、コナンに救われこそすれど彼と愛し合うわけではない。 ヒロインも登場している。基本的にはハワードのコナンシリーズの主人公だが作品によって異なる。コナンはキンメリア人でありアトランティス人の末裔。彼の名前はゲール語で懸命に由来する人名だが、これはキンメリア人がケルト人の祖先として設定されているためである。カジヤの息子として生まれたコナンは15歳で大人と変わらない体型に成長し、 陰鬱とした深い森の故郷を離れ、ノルドヘームのエイシル人に混じって戦役に参加した。それ以来、各国を放浪し、海賊、盗賊、傭兵、コサックの統領山岳部族のリーダーなどを経験し、やがて将軍として軍隊を指揮すると40代で、アキロニア王を玉座の階段の上で、その手で締め殺すと王位を奪った。ハワードによるコナンの物語は、 40代以降のアキロニア王時代とそれ以前の放浪時代に分けられる。アキロニア王コナンは、宝石を散りばめた地上の玉座の数々をサンダルを、履いた足で踏みにじっていたとされているものの、不平の声を上げる民衆に悩まされ、家臣の反乱や邪悪な魔術師との対決しか描かれず、ひたすら鬱屈して、その一文に当たるコナンが諸国を外政する物語は、ない。青年のコナンは、 諸国を放浪し、海賊時代の異名として、獅子のアムラがあり、コサックのズワキル族の統領、イラニスタン山岳部族のリーダーになり、ミトラの信託によってコラジャ王国の指揮官になったこともある。外見は、不機嫌なあるいは、火山のようにくすぶった灰色がかった、青い瞳、黒い宗髪、四角い額を見せる、縦髪のような髪型をしていて時々、髪留めをつけている。 残忍な外見に反して、ユーモアを好み、数十の国の言葉で歌い、アルコールを好む。体型は巨大とだき表現されるがハワードが、ピーター・スカイラー・ミラーに当てた1936年の手紙によると14歳の時点で6フィート、183センチメートル、体重180ポンドであると説明されている。肌は、尺動色で浅黒い。 筋肉質で表のように俊敏で、しなやか足音を立てずに歩き、垂直の壁を倒反する。また、ハイボリア時代のあらゆる言語に精通する。他にも鋭敏な感覚や文明人にはない屈強な生命力を備えている。ただし、超人的な能力こそあれ、魔法や超能力の類は備わっていないために多くの場合、魔法を使う敵に対しては、 魔術師や魔女の助けを借りる。宗教面では伝統的に金メリア人が信仰するクロムを仰いでいるが、俺は神の影を踏まないように気をつけていると話したように、クロムは厳格な神で軟弱な人間を嫌い、人が人を殺す時にどう猛な勇気を与えてくれると信じている。多神教は物事を複雑にすることで事実から逃避する文明人の悪臭とし、 多くの神を信じるべきでないと考える一方、人には好きな神を拝ませてやればいいとしている。また文明人にないほど迷信深い一方で、悪魔や怪物のような剣で殺せる相手には、どれほど強力な相手でも恐れたりすることはない。さらにザ・モラの賢者の話を盗み聞き,聞きして宇宙から怪物たちがやってくることを学んでいる。ハワードが交流のあったクラーク・アシュトン・スミスが、 ギリシア神話から着想を得て、太古の地球にあった架空の土地、ハイパーボリアを舞台としたシリーズを作ったことを真似て、失われた歴史という設定で疑似歴史を創作した。コナン以前に執筆していたキングカルシリーズとリンクしていて、カルの時代からあと、アトランティス大陸が海中に没した後の時代ということになっている。ハワードは、 歴史を愛好していたが商業作品を書き続ける上で歴史を詳しく調べるのは困難であり、ハイボリア時代を作ったのはこれらを解決するためだった。ハイボリア時代は現実の地球の出来事だが今知られている歴史が始まる前に起こった失われた歴史であり、実在の地名や神様々な名称が借用されている。例えば、スティギアは現在のエジプトになり、 ヒルカニア人は、タタール人、フン人,ン人、モンゴル人、トルコ人の祖先、キンメリア人は、古代ブリテンのキムリック諸部族の祖先ということになっている。このため現実では、時代の異なる文明、集団、例えばバイキングや騎馬民族、ガレオン戦を操るコルセア海賊、古代エジプト王国風、古代ギリシア風、アラビア風の架空の国が並立している。 ハイボリア大陸は現在のユーラシア大陸だが地中海が陸地になりアフリカ大陸と一体化しまた一部が海中に沈んでいる。ピクト人とアトランティス人は大変動によって原始生活に逆戻りしキンメリア人はアトランティス人の末裔である。逆に立ち遅れていたボリ人が文明を築き大陸の大部分を占めてハイボリア帝国を建設した。 ハイボリア最終期には氷河期が迫り、また地中海やキンメリア、ハイボリア大陸の西海岸が再びの大変動で海に没するとハイボリア時代の歴史は失われてしまった。ハイボリア人ハイボリア人あるいはハイボーリー。名称の由来は主神堀に由来し、彼らの太古の主張であったが、その記憶は忘れられている。北辺境の蛮族だったが石器時代の境遇を出し、 放棄で吐き清めるように南下を開始して、民族内移動を促した。その後、征服地で根血を繰り返して、ヒューペルボリア、アキロニア、ネメディアなどの王国を建設する。大変動から1500年ほど経つと、文明の担い手になった。作中では、実際に肌が白い黒いにかかわらず、白人と呼べるのは、ハイボリア人との根血民族に限られるとされる。 ハイボリア民族の国家では、アキロニア王国が後に、最も慎重した。北のヒューペルボリア、東のヒルカニア、長年の宿敵のエメディアなどを下し、周辺国を属州にして、南のザモラ人の諸国まで駐屯すると繁栄の絶頂を迎える。ところが、極北のエシル人、ピクトビトが侵攻を始めると、ハイボリア民族の国々は、完全に滅亡した。 不死鳥の剣の冒頭に登場するネメディア年代記を見るに、おそらくコナンがアキロニアを繁栄の絶頂に導いた王であるらしい。アキロニアは、ラテン語のアクイラに由来し、史実におけるフランス王国に位置づけられ、ネメディアが神聖ローマ帝国に相当する。つまり、フランスが神聖ローマ帝国とオスマン帝国に勝利して、東西ローマ分裂以前の大帝国を、 再建したという疑似歴史をハワードは考えていたと思われる。キンメリア上述の通り、海底に沈んだアトランティス人の末裔。前時代のトゥーレ人の文明は、異民族を傭兵として利用し続ける。あまりに内部から崩壊し、ついに異民族の将軍が誕生するまでに至って、アトランティス人もピクト人も自らのために遠征を繰り返し、各地に、 自分たちの都市を建設した。これにより大変動でアトランティス本国やピクト群島が壊滅しても各地にはアトランティス人とピクト人だけが生き残った。大変動の後もアトランティス人はピクト人と絶え間なく争い続ける間に文明レベルが低下し柔道前の境遇に落ち込んだ。ピクト人とキンメディア人の間に平和が訪れたことはなくその戦いは この世界の始まりよりも古いものだとコナンが語っているように両民族の争いはアトランティス大陸が地上にあった頃から続きハイボリア時代においても変わらない実際に歴史上に存在したキンメリアとは一切関係ないスティギア王国太平洋上のレムリア大陸が海に没した後生き残ったレムリア人はスティギア人によって 柔道前の奴隷の境遇に転落した。しかし再び知的レベルを向上させた、レムリア人の反乱によって、スティギア人は、正方に追いやられてしまう。そこは、大変動以前は、トゥーレ大陸の一部で、未だ旧支配者であるバルーシアの蛇人間が王国を築いていたが、スティギア人はこれを吸収して転覆させ、新王国を樹立した。地下に眠る。 旧支配者の生き残りは、スティギア人の崇拝の対象であり、瀬戸新観覧が国王に代わって実権を握っている。ハイボリア時代の末期、氷河期が迫ると、バニール人が南下して滅亡し、赤毛のファラオが誕生した。あとのエジプト王国。ヒルカニア王国東方のレムリア人の末裔たちが建設した国家。上述のようにかつては、スティギア人によって、 奴隷の境遇に追いやられていた。草原地帯を支配する騎士の国であり、コナンもコサックの狩猟となっていた時期がある。ノルドヘーム金髪壁岩の蛮族。大変動直後にハイボリア人によって極北の地に追いやられた原始人が2000年後に文明を築いて後に南下し、ハイボリア文明を一掃した。金髪族のノルドヘーム、バナヘーム、赤毛国のバニール、アスガルド、 カミ国のエーシルと分かれる。後に、ネメディアは、エーシル人に征服され、ネメディア人とは、エーシル人を指す言葉になる。彼らは、ハイボリア民族の築いた文明を受容しつつ、より力強いものに変えて後世に残した。史実のノルド人に相当する集団。氷神の娘で言及され、コナンは、故郷を離れて、彼らと共に、ヒューペルボリアとの戦役に参加し、 その戦いで捕虜になったことが、後々まで、ハイボリア民族に対する復讐心に結びついたとされている。ザモラ大変動を生き延びた、トゥーレ人の一派、ゼムリ族の国家。アキロニアに対抗するためネメディアが同盟を結んでいた国であり、浅黒い肌の民族が住む神秘的な国、あるいは優れた泥棒の出身地として描かれる。アキロニアがネメディアを破ると、 アキロニア軍を駐屯させられ、ヒルカニアに対する防衛拠点となったがピクト人がアキロニアに侵攻すると軍が撤退したためにヒルカニアに占領された。ジンガラハイボリア民族の勢力拡大により西に追いやられたピクト人がジング渓谷のシェム系の農耕民族と根血し、そこへさらにハイボリア民族が征服、根血して誕生した人種の国家で卓越した権威を 持つ騎手の国。アキロニアに抵抗する一方でアキロニアの傭兵としてヒルカニアと戦った。アキロニアが滅びてヒルカニアが慎重すると東に連れ去られザモラ人と混血してジプシーとなった。ピクト人、ハワードの創作したコナンシリーズ以前のキャラクターブラン・マクモーンがこの人種に属している。ハワードはアメリカ・インディアンをイメージしてこの人種を創造したとされる。 大変動以前、ピクト群島とトゥーレ大陸に都市を持っており、隆起したピクト群島は、後の南北アメリカ大陸になり、こちらの生き残りが、ネイティブアメリカンの先祖となり、トゥーレ大陸の植民地に住んでいた、ピクト人が大変動後に現れた、ハイボリア大陸に住み続けた。大変動直後、ピクト人は、わずかに残ったアトランティス人と争い続け、人口を介して、自らを、 ピクト人と呼称する以外、人間らしい知的レベルから転落する。タカ、オオカミ、ウ、ワニなどの動物をシンボルとした、血族集団に分かれている。長らく未開人の境遇から脱さず、ハイボリア大陸の生誕に定住していた。ミトラガミの司祭で宣教師であるネメリア人、アルスは、どういう経緯か不明なもののピクト人に関心を抱き、部族長ゴルムと接触して、不況と共に、 鉄器や文明国の技術をもたらした。ゴルムはミトラ神の不況には興味を持たず、合理的にアルスから知識を得るとアキロニア帝国を滅ぼしてピクト帝国を建設した。ゴルムはアルスと出会ってから75年以上経ち、100歳近い年でエシル人のネメリア王、ヒアルマルによって倒されるまでハイボリア大陸を接見した。ピクト人は素朴でネーモーで自命であり、 破壊した文明の模倣も再興も行わなかったため、ハイボリア民族が滅びると廃墟は二度と元に戻らなかった。このため氷河期が訪れるまで、ピクト人とヒルカニア人は、廃墟をめぐって争い続け、次第に衰退して極北から南下したノルドヘイム民族によって圧迫され、民族移動やハイボリア最終期に起こった大変動によって姿を消した。クシュ人、 ハイボリア民族にとって、クシュ人とは、黒人を指す。これは、ハイボリア人が最初に接触した黒人が、バラカ軍島の黒人海賊であったことに由来し、ケシャン人、ダルファル人、プント人であるにかかわらず、クシュ人と呼ぶ。スティギアインナンのハイボリア大陸南海岸、つまり後のアフリカ大陸には、黒人王国が広がっており、コナンも、海賊として活躍した。 コナンの書出はストレンジテイルズ1932年6月号に掲載された短編小説闇の種族である。これはハワードが親友ハワード・フィリップス・ラブクラフトとの交流によって執筆したクトゥルフ神話とされる。本作のゲール人略奪者コナンは後の金メリアの英雄コナンとは書設定が異なりあくまで初期版の 実質的に名前が同じだけの別人である。その後、ハワードの書いたコナンシリーズは全部で21編になり他に郊外にとどまるものと未完の走行が5編あるとされる。完成作のうち17編はパルプ雑誌ウィアードテイルズに発表され、残る4編のうち3編は1950年代に発見されて大幅過失の上発表、1960年代に 発見された最後の一編は原作のまま発表された。コナンには模倣作品や過失作品が極めて多く、未完の装甲を完成品に仕立てたもの、コナン以外のハワード作品の主人公をコナンに変えてしまったものや全くの模倣作品に至るまで余ったある。原因としてはコナンの物語が年代順に書かれていないことと物語の間の空白期間が長いことがあり、 その間を埋めようとするファン心理が模倣を生んだと考えられている。日本にコナンが紹介された1970年代、アメリカで発表されたシリーズには、ノームプレス版とランサーブックス版があり、後者は表紙絵をフランク・フラゼッタが描いたこともあって爆発的な人気を読んだ。ランサーブックス版は、ハワードの作品の空白期間を過失作品で埋めて、 時系列順に並べ替え、コナンの一大器を形成しようとする試みであるのに、対し、ノームプレス版は5巻までを、ハワード作品とし、模索を6.7巻にまとめてある。日本語訳では、早川文庫が、ノームプレス版を、草原推理文庫が、ランサーブックス版を定本にしている。早川版は、定本の第5巻を2分冊にした全8巻で刊行されたが、 草原版は7巻までで途絶してしまった。当時、ノームプレス版は原作に忠実であるとされていたが、死後の発表作には、ディキャンプの過失がかなり入っているものもあるようである。2006年になって、草原推理文庫から、新定版、コナン全集として、ハワード原作に忠実な新シリーズの刊行が開始され、2013年に、第6巻、 竜の国の発売をもって完結した。本シリーズはハワードが執筆した作品のみに限定し、ランサーブックス版同様に発表順ではなく、年代順に並べ替えられ、十代半ばの傭兵時代を描く氷神の娘から始まり、アキロニア王となったコナンの冒険である竜の国で幕を閉じる。ハワードは1931年11月頃からテキサス南部へ旅行し、 1932年2月頃にリオングランデ南部のとある国境でコナンの着想を得たと1935年7月23日付のクラーク・アシュトン・スミス宛ての手紙に書いている。そこから前日の闇の種族や第一作、不死鳥の剣、第二作、氷神の娘、第三作、石棺の中の神が執筆された。第一作はキングカルシリーズの バイ・ディスアックス、アイルールの開講であり、ウィアード・テールズの編集長、ファーンズ・ワース・ライトは、長すぎるとして書き直しを命じ、第2作と第3作は、掲載を断られた。この間にハワードは、コナンの舞台である、疑似歴史、地理を整理する必要があると考え、ハイボリア時代や、ハイボリア時代の諸民族に関する覚書きというエッセイをまとめている。またし、 金メディアが書かれている。第一作の書き直し、第二、第三作の掲載拒否を告げる1931年3月10日付のファーンズワースからの手紙を受けてかハワードは死の広間の執筆を中断した。ハワードはこれまでの失敗を踏まえてシリーズを放棄するのではなく方針を改め、第一作を書き直し、第四作象の塔をビアードテイルズに送った。 第四作がファーンズワースから激賞されると続けて、第五作、シンクの城塞を執筆した。第一作、不死鳥の剣と、第五作、シンクの城塞は、共に四十代で、アキロニア王になった、コナンの物語だが、第四作、ゾウの塔は、まだ故郷を離れたばかりの十代後半の少年であり、コナンのキャラクターを固める物語になった。第作、黒い海岸の女王。 第7作、黒い怪獣。第8作、月下の影。第9作、忍び寄る影が執筆される。ハワードが第9作まで完成させた頃、1932年12月に、ビアードテールズ市上でようやくコナンが実際に掲載された。第10作、黒間の泉。第11作、館の内の教官たちが執筆される。第十二作、消え失せた女たちの谷は、 ハワードの生前に発表されなかった。1933年5月、英国出版社、デニス・アーチャーからハワードに、英国での作品展開に関する連絡が届いた。ハワードは、像の塔、シンクの城塞を6月15日に送ったが1934年1月、デニス・アーチャーからは、作品に非常に興味を持ったが、短編のコレクションではなく、 長編を書いてほしいという返事が届いた。パルプ雑誌作家であり、長編をほとんど書いたことのないハワードは、ショックを受けたもののパルプ雑誌向けの、第13作、鋼鉄の悪魔、第14作、黒い予言者を書き上げながら、デニス・アーチャーに当てるコナンではない、魔境惑星アルムリックを執筆し始めるも途中でやめ、代わってやはり、コナンを書き始めた。まず、 トム・バルクの太鼓を執筆し始めるもやめ、過去作を膨らませて、第15作、竜の国を書き上げた。竜の国は、過去作、黒い怪獣とシンクの城塞をもとに、アーサー・王伝説の要素を加え、英国展開を踏まえて書かれた。1934年5月20日、ハワードは、この竜の国完成校を、デニス・アーチャーに送ったが11月には、断られ、 代わりにウィアードテールズに送った。w アードテ t ルズ e は1935年12月号から竜の国を5回に分けて連載した。第16作、魔女誕生、第17作、古代王国の秘宝を執筆する。ハワードは1934年後半から西部劇を描きたいと考え、コナンに対する執筆意欲が薄れた。友人ラブクラフトへの手紙には、 彼が収集した南北戦争や開拓時代の逸話が綴られている。これは英国展開の失敗に加え、ビアードテールズが1500ドル以上のハワードへの原稿料未払いがあったことも理由に挙げられる。ハワードは怪奇小説から離れ、展望のあるジャンルを書きたいと望むようになっていた。特にパルプザッシュアクションストーリーズの1934年3月から4月号で、 コメディ西部劇、エルキンズシリーズの第一作、マウンテンマンが始まるとハワードは、生前で最高の収入を得、パルプ作家からより本格的な作家業に転向する道さえつかむほどの大成功を収めたこともあり、コナンから離れるのもやむを得ない事情と言えた。未完の断点、辺境の狼たちを執筆したが西部劇の要素を含み、後の第十八作。 黒川を越えてとして書き直された。第19作、黒い法人、第20作、ザムボーラの影が執筆される。第19作は、ハワードの生前には発表されなかった。1935年6月に執筆され、7月22日に、ビアード・テールズに郵送された。これがハワードによる最後のコナンシリーズである。この時期のハワードは、 母親の看病と多額の医療費に苦しんでいた。ウィアードテールズは、未だ800ドルの原稿料未払いがあり、5月、初旬に編集長ファーンズワースへ、毎月、少学でも原稿料を払ってほしいことを伝えた。しかしウィアードテールズに支払い能力がないことは、ハワードにもわかっていた。したがったハワードは、ファーンズワースからの返事を待たず代理人の、oa クラインと相談し、 ウィアード・テイルズから撤退する方針を固めた。ハワードの友人であるクラーク・アシュトン・スミスも彼と意見を共有し、後の1937年にパルプ作家を廃業している。またラブクラフトに対して、ウィアード・テイルズに送った最後の意図、これが私の書いた最後のファンタジーになるかもしれませんと手紙を送っている。日本語題名は草原推理文庫による。 男性児、鏡明、佐藤正明役、竹瓶本一郎か、ば、ば、に、ほっこた、い、検体、県庁観光年、ISBN コード日本版観光年月日っ制服をコナ ISBN4 から15から01002から、0、風雲児、コナン ISBN4 から15から010010から、1、冒険者、コナン ISBN4 から15から010014から、 4. 不死鳥。コナン ISBN4 から15から010024から1。1. 強戦士コナン ISBN4 から15から010030から6。6. 大帝王コナン ISBN4 から15から010060から。八宇野俊弘役。流秀寺が。1から3歳半には。末見順表紙の番もある。コナンとされ神戸のと ISBN4 から488514014。 コナンと石碑の呪い ISBN4 から488514022コナンとあら表しの道 ISBN4 から488514030コナンと炎の探検 ISBN4 から488514049コナンと黒い予言者 ISBN4 から488514057コナンと毒者の王冠 ISBN4 から488514065 コナンと古代王国の秘宝 ISBN4 から488514073宇野俊博、中村徹役、古藤圭介がナンバー日本五代、ISBN コード日本版観光年月日、黒い海岸の女王 ISBN4 から488514111、魔女誕生 ISBN4 から488から51412、X、黒い予言者、 ISBN 978から4から488514136黒川を越えて ISBN 978から4から488514143シンクの上塞 ISBN 978から4から488514150竜の国 ISBN 978から4から488514167ありがとうございます